高野岩石の傷が公開される、想像以上のひどい怪我。高野岩石の頭の傷だろうか。元小結び、局集山が写真公開をした。想像以上のひどい怪我に、ネット上では再び避難殺到だとのことである。テレビ報道によると、モンゴルに帰国した元小結局集山が ANN の取材に対し、 暴行を受けた高野岩関の怪我とみられる写真を公開しました。高野岩関とみられる人物の頭部には裂傷が見られ、医療用ホチキスが10針ほど、撃たれている様子がうかがえる。極州山は、写真が送られてきたのは自分に助けを求めているからだと説明しました。また、極州山は地元メディアに対し、 今回の来日で自らこの問題を解決するつもりだったが、警察も絡む事態となったため不可能になったと明らかにしました。ここまで。画像を見ての判断だが、これはカラオケのリモコンなどで追える傷ではない。もちろん素手などではなく、硬い鈍器のようなもので殴られた傷であろう。こんな重傷を負うような暴行の現場に居合わせながら、 黙っていた横綱白鵬も問題だ。海を出し切ってと言っていた本人も生んでいるのでは。これが事実なら予想をはるかに超えた重傷、頭のてっぺんがパックリ割れている。鷹の花親方が真っ先に警察に被害届け出す気持ちもわかる。これが本当だとすれば内々で済ませていい話ではない。 ましてや内部の酔っ払いの喧嘩で終わらせられる範囲の事件を超えている。被害届け提出を批判していた指揮者、相撲記者の皆さん。相撲協会で守られてきた常識を重視する見解と発言を繰り返しても、世間通念は許さないところまで来てしまったね。永遠と伝統を築いてきた日本プロ野球界は黒い霧、野球賭博の時、 何人もの野球史に残る優秀な選手を永久追放して海を取り除いた。野球ファンはその決断を受け入れた。相撲界も毅然として、内部で横行する暴力沙汰へのけじめをつけられよ。横綱であれ、協会理事であれ、関係ない。いつまでもテレビの暇つぶし報道ショーで話題になっていては相撲界の恥であろう。